起きて起きて起きて、ダメだ、村人が目を覚まさないんだけど。おかしいな、他の村人もそうなの。おお、ここの村人もなんか寝てるぞ、朝なのに。もうダメだ、え、なんでだ、なんだ、なんかさ、僕たち以外の村人全員が目覚めないんだけれども。なんでなんで、なんかね、原因があるはずなんだよね。うん、調査しよう。とりあえず、うん、家に来たぞ。うん、原因をね、見つけるために、見て、ここにね、僕のセキュリティグッズが入ってるんだけれども、これ。見て。ほう、監視カメラ。このね、監視カメラを村中にね、設置しよう。わかった。うん、それで何かね、原因をね、探しましょう。よし、監視カメラをね、つけました。結局今日誰も目を覚ませなかったね。うん、そうなんだよね。もう夜だけれども、村人はね、一日中寝てたぞ、今日。うん、目覚めずに。まあ原因がね、何か気になるな。うん。まあとりあえずね、マイキー、監視カメラね。うん。今日ね、仕掛けた監視カメラをね、寝る前にチェックしろ。そうしよう。よし。よし。家の中に入ってと。見てみよう。うん、監視カメラ見てみるぞ。村人をね、見てるんだけれども、この村人も寝てるでしょ？そして、そうだね。この村人も寝てます。みんな寝てるね。まあ、ここの村人も寝てるな。とりあえずね、そうだね。みんな寝てるね。うん。うん。まあ、村全体のね、監視カメラを見てみよう。何が起きてるんだ、一体全体。うん、みんな村人が寝てるんだけれども。みんな寝てる。うん。特に変わった様子はなさそう。何も起きないね。ん？いや、ちょっと待って。変わった様子あるぞ。え？え？なんか、何あれ？何？ちょっと待って。何あれ？ちょっと待って。なんか今、なんか誰かが村人の家の中入ってったんだけれども。え？あ、待って、誰かいるぞ。え？え？え？これ死神じゃない？え？まずいぞ。死神が村人に呪いをかけてる。え？まずいじゃん。え？あれ？どこ行かんだ？お、待って、出てったぞ、家の外。ん？あ、待って。何し、待って、僕たちの家向かってきてる。早く、セキュリティオンにして、早く早く早く。わかった！お！はは、危なかった！間に合った。危なかった。は、待って、今、危なかったぞ。間一髪だった。危なかった。とりあえず、マキ、死神がね、村人にね、眠りの呪いをかけてたんだ。まあ、こうしちゃいられないぞ。うん。とりあえず、マキ、武装。武装しよう。武器を取って。はうん。はい。剣も、武器も取るんだ。はい。防具の武器を取って。よし。よし、よし、よし、よし。うん。よし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 、マキ。よし。とりあえずね、死神をね、倒しに行こう。うん。わかった。倒そう。よし。行くぞ。あ、まずセキュリティを解除してと。よし、よし。よし。どこだ？どこにいるんだ？行くぞ、行くぞ。マキ、死神を倒そう。あれ？どこだ？死神どこ？どこだ、どこだ、どこだ？どこだ、どこだ？いないな。そっちは？この家もいない。え、この家もいないぞ。あれ？あれ？誰もいないよ。もしかしてだけれども、死神に逃げられたのかもしれないな。とりあえずマキ、死神はね、僕たちは何とかしないと村人がね、一生寝たままでよ。うん。助けよう、村人。村人助けよう。よし、マキ、うん、死神をね、この村にね、入れなければね、大丈夫ってことにね、気づきました。え？どうすればいいの？まあね、そのためには、そのためにはね、うん、じゃん、うん、見てください、これ。あ？見て、これ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 。おう！レーザー。これね、レーザーセキュリティなんだけれどもね、レーザーセキュリティでね、この村全体をね、囲ってしまいましょう。そうすれば死神はね、村にね、侵入することはできません。ナイスアイデアだね。よし、じゃあマキ、レーザー持った？持った！うん。よし。このね、レーザーでね、この村全体を囲っていくぞ。よし。囲う、囲う。ってことで、そうすればね、そもそもこの村にね、侵入することができなくなるからね。うん、死神は。よし。そしたらね、この村のね、安全がね、守られます。そもそもね、この村に死神が来なければいいわけだからね。そうだね。よしよしよし、いいぞいいぞ。お、ナイスマッキー。よし。ちょっとね、ここら辺に。よし。よし。
よいしょ。あ、完成？よし。うん、完成した、完成した。完成しました、見てこれ。これでさ、赤外線レーザーセキュリティで。うんうんうん。村がね、囲まれてます。すごいすごい。ということはね、村の外から歩いて、この村の中に侵入することは不可能だということです。よーし。これで村人が呪いから解放されるね。うんうんうん。よし。ということでね、まあ夜になるのを待ちます。夜だ。死神現れるかな。もし現れたとしても、レーザーセキュリティで村の中には入れないけどね。まあ多分そうだと思うんだけれどね。今のところね何も怪しい動きはないな。うん。まあ余裕でしょ。大丈夫かな？入れないって。絶対に。え、待って待って。何が起きたの？井戸から死神が出現したんだけれども。まずいぞ。まずいぞ。井戸からね、村に侵入してきたんだけれども、井戸の中から来たぞ。なんだ？とりあえず、マキ？うん。倒しに行きましょう。倒しに行こう。武装したよね。よし。よし。行くぞ。死神を退治しに行くぞ。絶対倒す、倒す。どこだ、どこだ？強化と倒す。この家に入ってった気がする。うん。死神。あれ？ん？あれ？あれ？また逃げられちゃった。いないぞ。あれ？他の家？いない。また逃げられたかもしれない、マイキー。なんで？いない。そんな。また逃げられちゃった。ここのね、井戸の中から入ってきたんだよ。とりあえず、マイキー、明日、この井戸をね、封鎖しよう。うん。よし、今日は井戸を封鎖しよう。うん。まあ、とりあえずまずね、まあ、井戸の調査もね、含めてね、水を抜いてみよう。うん。ということでね、水を抜いてきまーす。まず井戸のね、水を抜いてと。どうだ？お、うまく抜けてそう。どうだ？おお、抜けてきて抜けてきた。うまく抜けてるね。よーし、ってことで。よーし。井戸の中に入ろう、まず。なんか、どっから侵入したんだろう。怪しいものはない？ないかな。どっから侵入したんだ、あの、死神は昨日。わからない。ん？ちょっと待って。待って、マキ。ん？ここの壁、色が変だぞ。え？隠し扉じゃないこれ。隠し扉？開けてみます。何があるんだ？何ここ？気味が悪い。ちょっと待って、中入。いや、ダメだ。マキ、ダメだ。ちょっと僕、おかんがしてこの中入れないぞ。ダメだ。どうしよう。呪われる、これは。マキ、とりあえず。どっから来てたんだ？鉄格子でね、ここのドアをもう封鎖しちゃいましょう。あ、そうしよう。よし。ってことでもこう封鎖しよう、封鎖。封鎖。よしよしよし。まずい、ちょっと待って、ここ、埋められる。オッケー。サンキュー。ちょっと、逃げよう。ちょっとここ、気味が悪すぎて。逃げよう。ちょっと、登ってっと。気味が悪かった。うん。けど、これで大丈夫かな。おぉ。うん、これでね、封鎖したからね、大丈夫だと思うんだけれども。うん、絶対大丈夫だ。まあ、大丈夫か。うん。よし。うん。今日こそはね、絶対に死神はね、村にね、侵入できないと思います。まあ、井戸封鎖したからね。僕もそうも絶対来れない。うん。絶対来れないよ。安心だね。今のところ怪しいものはないね。何あれ？なんか。ゲートが出現したんだけれども。死神だ。嘘でしょ？嘘でしょ？死神がポータルを作って侵入してきたんだけれども、まずい。マキ、大変だ。とりあえず、早く倒しに行こう。今日こそ絶対倒す。今日こそ絶対倒す。早く。逃げられる前に。待って、ゲートが消えてる。あれ？逃げられた。マイキー、もうね、死神の侵入をね、阻止することはね、諦めよう。じゃあ、村人さんたちは一生目覚めることはないの？いや、大丈夫。死神をね、捕獲して倒すことにします。そんなことできるの？できます。まあ、なぜならね、見て。見てください。死神はね、村人のね、正気をね、吸ってるんだと思う。だから村人のね、家のね、扉の前に、落とし穴&爆弾トラップをね、仕掛ければね、確
実に死神を倒すことができると思います。確かに村人の家の前にトラップを仕掛ければ絶対引っかかるじゃん。うん、そういうことです。ということでね、とりあえずねトラップを作っていきたいと思います。まずねこの村人の目の前のこの部分にこうやって落とし穴を作ります。おお、落とし穴を作っていく。よーし。うん、結構ね深めの落とし穴でいいと思うんだよね。よし、深い深い落とし穴を作っていきます。うん、こんな感じでね深い深い穴を作って一番下にこうやって TNT を仕掛けます。おお、すごい。おお、こんな感じで、うん、TNT を結構仕掛けるぞ。うん、これで OK かな。うん、あとはね、あとはこんな感じでコマンドを記述します。うん、そうしてこうやってOK。 そしてこのコマンドブロックを開発版で隠します。そうするとこのね、この村人の家に、ね、入ろうとしてここの開発版を踏むと落ちます。すごいすごい、見てくださいこれ。うん、すごい完璧だ。そしてその後僕たちがねここに駆けつけてね、このね弓矢であの TNT をね射抜きます。でこのね弓矢はね特別な弓矢で、見てて、シュン、うん、燃える燃える、炎の弓矢なんです。そう、すごいすごい。だからねこの炎の弓矢を撃てばね TNT がね着火して大爆発を起こしてね死神を倒すことができるっていうね戦術になります。すごいすごい。よし、ということで、うん、これとね同様のねトラップを他の2つの家にもね作っていきたいと思います。作ろう作ろう作ろう、よーし頑張るぞ。よしよし、死神いつでも来い。うん、今回はね絶対に死神をね倒してね世界をね平和にするぞ。あ、出た、大皿が出現したぞ。出現した、来るのか死神は。来るかな、来た、あ、来た来たぞ。来た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 。え、何すんだ。え、村人の家に入ろうとするはず。クロチョロしてるけれども。あ、どうだ。お、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 やったー。よし、マキ、引っかかったぞ。急げ急げ急げ。逃げられる前に。よしよし。逃げられる前に行くぞ。友達捕まえた。あ、あ、いる。いるいるいる。いる、いるぞ。よし、行きます。この炎の弓矢で。倒せるかな？TNT を着火して。いけるかこれ、倒せる。おー。おぉ、はやった、倒したんじゃない、倒した倒した、え、やったやった、おぉやった、よし戻った、村に平和が戻ったんだ。うん、うん、村人が元通りだぞ。起きました、やった、やった。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく、よろしくね。